はい、どうもこんにちは。今日は服をかっこよくしてくれるんでしょ。オーナーさんの服をかっこよくしましょう。今日の服どう？オーナーさんやっぱり服をあれですもんね、うん、気にしないから。そう。そのダメージジーンズの中に入ってるのって何ですか？でもこれパジャマ。パジャマ？ああ。え？寒いじゃん。ズボンの下にパジャマ。ああ。起きてそのまま来たってことですか？で起きて、はい、これで寝てんの。あこれまあジーンズ履いて、はい、家帰ったら、はい、このジーンズ脱げば、はい、すぐあすぐ寝れるってことか、うん、そう部屋着になれる楽でいたい、はい、ずっと、はい、でもちょっとさすがに、はい、ちょっとおしゃれになりたい。あできるだけ安く服揃えたい。なるほど。から池田はおしゃれだと思ってるから、はい、じゃあ行ってみましょう。はい、どこ行くの？タンポポハウス高田馬場店。いろんなとこにあるよね。うん、でもタンポポハウスこの間台風の日水漏れ服で防いで、え？店の前のね、はい、このねガラスのところをね、はい、服でね売り物で売り物で、あ、そうですか。水漏れ防いでちょっとじゃあちょっとやばい店だけど安いからじゃあ行ってみよう。はい、着きました。はい、こちら。タンポポハウス高田馬場店。この辺並んでるのはいつもね105円とかで、うん、たまに見たりする。確かに、うん、じゃあ行きましょう。はい、めちゃくちゃ懐かしい曲流れてるな。水中だよ、水中水中やっばでもまあ安いよね。ほとんど300円、500円ですね。ほとんど300円、500円。たまにこういうの1050円とかあるけど、うん、1000円でも安いもんね。お、え？やだよ。ちょっとぽくないか。やだよ、俺そんな。いっぱいついてるのは。か。つけすぎか。いや、つけすぎ。うん。私ちょっとこれダサくない？そっか。あ、これいいんじゃない？うん。これかっこいいですね。これいいじゃん。試着してみる。そうですね。サイズいい感じです。あ、本当ですか？うん。はい。ああ、靴下、はい、いいんじゃないですか。悪くないよね。はい、じゃこれ買おう。背中に身を引っ掛けて抱きしめた。これ誰ですか？川本誠です。川本誠さん、うん、へぇ、ルロニケンシンのさ。あ、ルロニケンシンって女子前だけじゃないんですか？ああ、うん、そうだよ。めちゃめちゃイケてる曲をオープニングとかエンディングに使いまくってたの。あ、そうですか。超斬新じゃない？はい、そうですね。全然伝わってないんだよあんま似合わなくない？意外とちょっと、あ、でもなんかこれがルロニケンシン斬新っていうのちょっと分かってきました。いや、そっちじゃねえよあ、これじゃないですか。これそれ、はいこれは、ああ、それなんかいいかも。はい、やべえ服もいっぱいあるけどさ、うん、掘り出し物があるよね。そうですね、うん、これも300円ですね。玉石混合っていうか、頑張って探せばめっちゃいいのをすっごい安く買えるって感じだよね。そうですよ。はい、はい、行ってきました。はい、めっちゃ良さそうなの何個かあったけど。そうですね、うん、でも不安そうなのもあったよ。大丈夫？いや、僕はもう自信ありますね。ほんと？全部で3570円だったけど、8着で3500円だから、うん、まあ、大体400円ぐらい平均で。安い。安いですね。うん、その中で、うん、僕が今回3パターンのコーディネートちょっと考えたんで。3つも？はい。3つだったら1コーディネート1000ちょいぐらいってこと？そうですね。1000ちょいで上から下まで最高いけると思うんで、はい、ちょっとやっていきましょうか。はい、本田さん、はい、お願いします。はい、はい、お、いいじゃないですか。ちょっと撮っていきますよ。どう？そわそわするんだけど。あ、そうですか。あんまり着ないですもんね。そう、明るい色あんまり着ないから、うん、テーマがあって、はい、インリビングとお花見がテーマです。あの YouTuber の。そうです。インリビングと、はい、これでいけます。これでいける？これ着てれば相当レベル高いけどね。インリビングさんとお花見に行けるんで。
でこれが315円、はい、315円、これが315円、はい、これが525円、1155円、1155円でこれは相当いいんじゃない。お願いします。いやこれやばいよ。やばいっすか。恥ずかしい。お願いします。おお、雰囲気変わりましたね。変わりすぎでしょこれ。こんな格好さしたことないですか。29年間生きてきて一回もないよ。これはどういう時に来ていくの。代官山のカフェで企画会議です。このジャケットが525円、525円、中が525円、はい、パンツが315円、だから合計が1365円です、うん、こちら激安だよ。いやーすごいっすね。まあ、靴はちょっと自前の。そうですね。あの池田さん、はい、ふざけてるでしょ。いや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 、いつだって本気ですよ。本当、はい、いやこれに関しては本当にめちゃくちゃ本気です。お願いします。おお、ちょっと、おお、ポケットに手入れてもらっていいですか。はい、うお、すげえこれ。これ何、いやこれちょっと待って、ピッチピチなんだけど。いやいや、めちゃくちゃセクシーですよ。セクシー、はい、テーマは何ですか。セックスの時です。いきなり雑になったね。いやもう本当にそれしか言えないぐらいセクシーなんで。これが525円、これがまあ、さっきの315円、トータル840円ですね。すごいですね。安すぎるよ。はい、もう一回ポケットに手入れてもらっていいですか。マイナスポイント。うわ、エロいやつが歩いてきた。はい、ということで今日はコーディネート企画いろいろやってきましたけど、まあ、賛否両論あると思うんでね、コメント欄とかでどれがいいとかどれが悪いとか ね、ちょっと聞いてみたいですね、うん、だし、まあタンポポハウスすごい300円と500円で、はい、いい商品があるんだなっていうのことだけ分かってもらえばね。そうですね、うん、今回の動画いいなと思ってくれた人がいたら、はい、チャンネル登録とかねしてもらえると、はい、動画制作のモチベーションになるので。そうですね、お願いしますと。お願いします、はい、ということで今日は終わりです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。